さ追ってきてますね。あ、そっちから来るか。次はなんか向こうにもあったな。そして今度は分かれ道。さあどっちを選ぶ。マップ的には多分まっすぐ行けば崖ですよね。行ってみよう。まあ物は試すということで。ちょっと待って、行き止まりなんだけど。え？やられるんかーい。さあということで、なんとか戻ってきました。まだこっち行ってみようか。なんかもう握手を求められてるよ。歓迎されてる。さあ、あの女の人じゃない？もしかするとこの人は。来てる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 。どうすん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 の。アイテム欄。そういうことか。ちぎれたネックレスを置いた。多分これでいいんじゃない。行ってしまった。戻ってきた。優しいね。さあ、一人ぼっち。お化けはなんで私を襲うのかな。ただお姉ちゃんに会いたいだけなのに。お姉ちゃんに会えなくて寂しいだけなのに。でも死んでしまったお化けたちもやっぱり寂しいだろうから、お化けにも少しだけ優しくしよう。いい子だね。ということで、特にヒントがなかったね。なんか田んぼのあたり行ってみようみたいな感じで書かれてたから田んぼに行ったっていうのもあるんですが、多分行ってない場所に行くんでしょうね。なので、神社商店街、林、はたまた池、多分そのあたりのどれかかなって思うんですが。ああ、こっちもあるのか？まだまだ探索するポイントは多そうですね。ということで、行ってないところね、考えていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。一旦休憩しようかなと思います。どうも、こんにちは。ということで、休憩をしてきましたので、再開していこうかなと思います。次の探索エリアに向かっていこうかなというか、探すところからなんですが、その前にですね、ちょっと前回スコップを手に入れたので、ちょっとね、気になった場所が一個あるんですよね。このニワトリ小屋のあたりのエリア。お姉さんの靴を手に入れたところですね。このあたりに、ちょっと掘り起こせそうなポイントがあったなと、ふと思い出しましたので、まずはそちらに向かっていこうかなと思います。おそらくね、一度行った場所なんで、大丈夫かなと勝手に思っております。カスタネット、ここにも何かありましたね。やっぱ来てみるもんだね。ということで、このポイントです。上履き。まずはカスタネット。何も考えず叩いているとだんだん楽しくなってくる。大事なアイテムですね。この靴、雨の日によく滑るから転んじゃうですよね。そういうもんだよね。さあ、ということで、あんまりね、この辺見てなかったんだよね。なんかいるんだけど。これは？これは？逃げられる？逃げられるかい？
無理でしたね。さあ、ということで戻ってきてしまいました。まあ、アイテムはね、回収できてるので、このままでは次に進んでいこうかなと思います。あ、こっち方面かな？え、ポロじゃない？ポロ？え、追いかけよう。まあ、素直にまっすぐ行きましょうか。さあ、猫が通ってきましたが。あー、また踏切かー。おそらくね、この先じゃないかなって思うんだけど。犬の鳴き声が聞こえる。ポロかもしれない。まあ、ちょっとね、こっち向きになるので、ちょっとだけ行ってみましょうか。まあ、道路はね、逃げ道は広い方がいいので。え、コンビニがある。これは営業してるんですかね。え、なんかいるんだけど。歓迎されてますね、これは。10円玉だけ回収しますか。でも入れるわけではないんですね。まあ、これはおとなしく行きますか。さあ、ということで、この辺りからは未知の領域です。めっちゃダッシュしてるけど大丈夫か？え、わーって来たら無理なんだけど。待った待った。あ、いた。曲がってきましたね。公衆電話、そっちも気になるけど。10円玉はね、結構余裕あると思うんで。結構あるよね。あと8枚ある。え、なに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 な
だいぶ進んできちゃったけど、紙飛行機、なんでしょうか。スーパーのチラシで作られている。一体どこから飛んできたんだろう。なんだろうね。気になりますが、まあ、この辺りは来てない場所だと思うんで、探索していきたい、そんな感じなんですが。あ、なんかいますね。うどん。美味しそう。ちょっとマップ見ようか。あ、なんかある。石とパズルのかけら7かな。あ、いましたね。だいぶさまよっていた。 結構違うところ行ってましたね。ただ10円玉とかいろいろ拾いましたよ。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。待って待って待って、多分これですよね。オッケー。タイミングをうまく見て移動するって感じかな。大接近ですね。多分ね、一定の方向しか通らないと思うので、彼はね、彼なのかは謎なんだけど、なので、多分ね、方向転換、U ターンしてくることはないと思うんで大丈夫です。ということで、行きましょう。こっちですね。めっちゃパクパクしてんね。さあ、林エリアか。この辺は完全にわからないね。歓迎されとるよ。とりあえず中間取ろう。間違えました。間違えましたね。土が詰まった鍵。
なあ、早速これですか？よかったですね。それか、本当に単純に、なんだろう、セーブができなかったっていうだけかな。プロだ。あれでこそセーブはしたいが、OK ですね。中間取りました。あれ、こっちにもあるね。あえて逆らってみよう。子供の行方不明事件多発中。保護者の皆様、お子様から目を離さないようにしましょう。来ちゃった。へえ、虫の死体？光ってるんだ。さあ、ここは特に反応がないので、多分ね、別の向こう側から回ってくるのかな？まあ、おそらくそんな感じでしょうね。さあ。え、なに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 な
そういうことか。明かりが原因ですね。多分明かり受けしていけば大丈夫。で、チェックもしましょう。さあ、かけらを拾って。そうだね。それか単純にこれはセーブができないっていう解釈でいいのかな？俺のミスだったらごめんなさいって感じなんだけど。あー、しまったー。これどうしようもないやつですね。ごめんなさいです。うわわわわわ、そういうことか。明かりつけないと見えない敵もいるから、これ難しいね。え、結構突き進んできちゃったけど大丈夫？さあ、このエリアは？え、これ塞がれちゃってるね。ってことは別の方法を探さなくてはいけないってことだよね。なので、まずはこちらの方面に行きましょうか。わあ、崩れた。そうそうそう、なんかありますね。なんだこれは。炎がつけられるポイントがある。多分見えない敵が 多分あれだろうね、このライトつけないと判断ができない敵が接触しちゃったんだろうね。まあ、ただアイテムは取ったんで、これが何に使えるかって話だよね、大事なのは。ただね、なんとなく見当はついてます。やっぱそういうことだよね。あとあんまり無駄遣いできないよ。オッケーオッケー。まあ、こんな感じでしょうね。楽しそうですね。で、一応ライトをつけていきましょう。これは？とりあえずセーブがしたいね。できるでしょうか？できません。あ、あるね。ここはできるんだ。オッケーオッケー。歓迎されてますね。ありがとうございます。一応こっちも回ってみようか。折れた鉛筆。折れた鉛筆。折れた鉛筆。真ん中でへし折れ、芯がむき出しになっている。もったいないから私が使う。どうぞ。52。
あー、これやっちゃったか？大丈夫そうですね。よかった。多くね？多くね？なんかあるわけではないんだ。なんかあるわけではないんだ。さあ、ということで、多分大丈夫だと思いたいのですが、戻ってきちゃいましたよ。多分正規ルート的にはこちらですよね。あー、しまった。大丈夫か？なるほど、見えない敵がいるんですね。ただこっちはこっちで気になるので行ってみましょう。なんだなんだ？あ、補充ができましたね。よかったです。まあ、このくらいかな。ってことは、やっぱり今のを駆使して、なんとかしなくてはいけない。そんな気がします。ちょっとこっちの方に来てもらって、多分ね、明かり当てなければ大丈夫だと思うんで。で、この辺に多分いた。いましたね。通過しましょう。いますねー。さあ、先に進んでいくと、あー、これはやっちゃったか？ちょっとね、こっちも行ってみようか。わー、いますね。ただきっと何かあるよ、これは。1体だけでもちょっとこっちに誘っておきたい。さあ、何かないか、何かないか。あったあった。青いクレヨンのメモ。これだけかな？じゃあ抜け出しましょう。ちょっと位置的にまずいので、一旦引きますね。ここで見ようか。これか。探しても探しても見つからない。もう二度と会えない。そんなの嫌だよって書かれてる。何を意味するのか。ただね、この子がね、結構厄介。結構厄介ですね。どうしようか。こっち来てもらう。まあ、これで大丈夫ですね。では、まあ、誘いましょうか、また。オッケー、いい子だ。で、お供えしましょう。オッケー。さあ、これは古新聞。古新聞。え、待って、めっちゃ目玉いない？めっちゃ目玉いない？これか。だいぶ昔の新聞みたい。この町の近くの山を祀るお祭りについて書かれてる。何か意味がありそうですね、これも。わわわわ、いっぱいいっぱい出てきた。一気に襲ってきた。ただここは気合でカバーしていこう。これはもう男気ルートです。オッケーオッケー。で、こっちも気になるけど、一旦まっすぐ行ってみよう。さあ、そういうことか。これ多分ここで繋がってるところですね。この鍵だったんだね。なるほどなるほど。じゃあ、それで多分2箇所あったのか。記録できるポイントが。違いそうですね。ちょっともう一回だけチェックしときます。
で、おそらく向こうのエリアですね、用があるのは。めっちゃ吠えてるよ。これはパズルのかけら14。ポロ？ポロだ。ポロ起きて。起きて起きて。起きて。ポロ、お家に帰ろう。ポロ？ポロ起きてよ。ポロ？悲しいよな。多分ここでこの子はポロの死を認識したのかな？おそらくそういうことでしょうね。あれ、動かせますね。なんとなくだけど、この上って、もしかすると、最初の、プロが車に轢かれてしまった道路なんじゃないかなってふと思ったんですけど、どうなんだろう。ただまだ移動ができるので、多分何かやることがある？あら、イベント？